夜明けの単語は、五木博之原作の小説。また、それを原作とした、テレビドラマ。小説は、1980年2月から5月まで、小説新調にて連載された。水原真希は、秋川バレエ団のバレリーナで、同団のバレエ教師であり、同団特別公演のプリマドンナにも抜擢された。しかし、父、竜介が、かつてのバンド仲間、両平の助言に乗って、 単語復興を掲げて、本場アルゼンチンの一流バンドを日本に呼ぼうとするも、失敗し、多額の借金を背負い、経営する単語バー、単ゲールを手放す羽目になってしまう。そんな窮地を抜け出すために、更新所長サインで、元ダンス教師の高木明が、単語コンクールで優勝して500万円の賞金を手に、しないかと出場を持ちかける。その時からマは、昼はバレエ、夜は、 単語の活動に明け暮れるようになる。そんな苦境に立ちながらもたくましく生きる薪を中心に物語を描いた。本作を原作としたテレビドラマが1980年6月3日から同年8月26日にかけて TBS 系列の毎週火曜日21時21時55分枠で放送された。全13話。主演の松坂慶子はこのドラマのため、 放送開始の2ヶ月前から東京、新宿のコマダンス教習所で単語の特訓を受けていたという。前年に放送された水中下で主演の松坂が歌った主題歌愛の水中下が大ヒットしたことから2匹目の土壌を狙い本作でも松坂が主演と主題歌夜明けの単語の歌唱を共に担当することとなった。ドラマ化にあたって 本作に付けられたキャッチフレーズは、ネオシティロマン。オープニングのタイトルバックで、松坂が大胆な裾の割れたドレスを着て登場する。シーンは、松坂自身の発案によるものである。松坂稽古、奥田宗弘とブルースカイダンスオーケストラ、夜明けの単語。ありがとうございます。